全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、先日リスニーさんからこんな DM いただきました。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近、死刑に至る病という映画を見ました。阿部サダヲさんがサイコパスな殺人鬼役を演じていたのですが、映画を見ていくうちにどんどんサイコパスの魅力に取り憑かれるように見入ってしまいました。ただなぜサイコパスの一面に魅力を感じてしまったのか今でもわかりません。映画などで凶悪な犯人などがモデルになっているものはすごい人気があるので、何か人を魅了する力があるのでしょうか。教えていただけたら幸いです、ということなんですけど、こちらご丁寧なリクエストありがとうございます。まずこの死刑に至る病という映画ね、僕もちょっと前に見たんですけど、めちゃくちゃ面白かった記憶ありますね。このちょっと作品なんですけど、もともとは小説家の久敷理宇さんという方の長編サスペンス小説を実写化した作品です。ざっくりとしたあらすじ言わせて。ある日、鬱屈した日々を送る大学生マサヤの元に一通の手紙が届きます。で、開けて読むと、なんとそれは24人もの少年少女を殺害して世間を震撼させた連続殺人鬼のハイムラという男からのものでした。この時ハイムラはすでに死刑判決を受けていたんですけど、ではなぜマサヤの元にこの手紙が届いたのか。実はハイムラっていうのはマサヤがよく通っていた地元のパン屋の店主でして、その手紙には、罪は認めるが最後の事件は冤罪だ、犯人は他にいることを証明してほしい、みたいなことが書かれていたんですよ。これを受けてマサヤはこの残酷な事件の真相を独自に調べ始めるんですけど、この驚きの真相一体何なのかと、まあこういったストーリーで展開されていきます。もう面白そうですよね。とにかく終始不穏な空気が流れてる、この世界観に目が離せないのと、サイコパスの恐ろしさみたいなものがすごくリアルに描かれています。ちょっとこれ以上言うとネタバレになるんで、これくらいにしとくんですけど、まあ一つだけ言うと、結末がめちゃくちゃやばい。グロ系の映画が大丈夫だよって方おすすめなんで、ぜひ見終わった方感想お願いします。じゃあちょっとここまで前置き長くなったんですけど、まあ、そんな今日の動画はですね、死刑に至る病のメインテーマでもあった連続殺人鬼シリアルキラーというところにフォーカスしまして、過去に実際にいたシリアルキラーのうち特にヤバかったもの、この事件の概要から犯人の人物像、そしてその事件をモデルに作られた映画や作品まで、いろいろ深掘っていつもよりねっとりと長めの動画でいけたらなと思います。ぜひ安全なところでゆっくりとくつろぎながら聞いてください。まあ、くつろげるかは微妙ですけど。では早速です。1人目、アンドレイ・ロマーノビチ・チカチーロ。はい、この方シリアルキラーの中でもトップレベルに有名な人物なんですけど、このアンドレイ・チカチーロは1978年から1990年までの間、ロシアやウクライナ、ウズベキスタンなどで少なくとも52人の女性や子供に対し強姦、殺害、さらには体の一部を食っていたと言われるロシアの連続殺人鬼です。犠牲者の体を刃物で何度も刺して、まあ、あまり具体的な描写は避けるんですけど、遺体を激しく刻んでいたことから別名ロストフの切り裂き魔とも呼ばれています。このロストフっていうのはチカチーロが主に犯行に及んでいたロシアの地名ですね。では彼の生い立ちを紹介するんですけど、チカチーロ、もともと1936年にソ連の統治下にあったウクライナのヤブルチネ村という村の農家の家庭で生まれます。この当時スターリンの政策によって農業の集団化っていうのが強制されて、農家の方々の飢餓が問題になっていたんですね。チカチーロ自身も12歳になるまでパンを食べたことがなくて、主にその辺の雑草などを食べていたと言われています。この頃ですね、後のこのチカチーロに大きな影響を与えるエピソードがあって、それが彼が生まれる前、実はもう一人お兄さんがいました。ただ4歳の時に誘拐されて飢えた隣人に食べられてしまったっていうね、とてつもない話。この話をチカチーロは何度も母親から聞かされたというんですね。そして思春期になると彼は大柄でたくましく、かつ学校での成績も優秀な少年に育っていきます。ただその一方で自分が慢性的な ED だということに気がつくんですね。このせいで彼は自己嫌悪に陥ります。そして彼が17歳になった時、もう一つ彼を変えた重要なエピソードがありました。それが性行為に及べないことにフラストレーションが溜まった彼は、友達の11歳の妹に飛びかかって地面に押し付けるんですけど、この彼女がもがいている間に果ててしまったというんですね。可逆性愛ってやつですね。その後チカチーロは1960年までの3年間を兵役について、1963年からは妹から紹介された女性と結婚、1971年には教師の資格を取得します。ただ教師になっても欲求は抑えられず、学校内でも G 行為を繰り返すようになったり、さらには教え子の一人にも性的暴力を加えてしまいます。この時もやはり少女が抵抗している途中に果てたと言います。で、この一件は学校側によって揉み消されることになります。しかし後に解雇されます。そして1978年、とうとう事件は起きます。チカチーロは9歳のイエレーナ・ザコトノバという少女を密かに購入していた古い家に誘い込んで、そこで乱らな行為に及んだ上殺害します。この時彼は少女の腹を3回刃物で刺したところで果てたと言います。ちなみにこの事件でも前科を持っていた別の男が逮捕されて、さらにこの男は1983年に死刑が執行されたと言われています。この時一度殺人を味わってしまった彼はいよいよ歯止めが効かなくなります。その後12年間の間に52名の女性、子供たちを虐殺することになります。ただ1990年には女性を殺害した際の返り血を浴びたまま徘徊してたところを警察に目撃されて、まあ、容疑者
として監視下に置かれ、約2週間後に逮捕されました。合計53名の殺害容疑で起訴。1994年には銃殺刑による死刑が執行されました。まあ、最後に残した名言ってね、まあ、名言って言うとあれですけど、言葉があるんですけど、それがどうやって相手を苦しめるか、次から次へとアイデアが湧いてきて実行するのが追いつかないほどだった。この男はロシア52人虐殺犯チカチーロという映画のモデルになっています。2人目、テッドバンディ。はい、こちらもかなり有名なんですけど、テッドバンディは1974年から1978年までの間、少なくとも30人以上の女性に対して性的暴行殺害を行ったシリアルキラーです。バンディはその美しい容姿と IQ124 前後の頭脳を使って女性たちを魅了しては次々と殺害していきました。殺害後遺体をバラバラに切断して、その切断した頭部を使って G 行為に及んでいたと言われています。元祖シリアルキラーなんて呼ばれてますね。まあ、サイコパスが美形に描かれるのもこのテッドバンディの影響だなんて言われてますね。では生い立ちです。バンディは1946年11月、アメリカのバーモント州バーリントンというところで私生児として生まれます。生まれた時から両親の存在は知らず、祖父母に育てられます。そんなある日、年の離れたお姉さんだと教えられていた女性が実は自分の母親で、父親に関しては全く素性が分かっていないということを知ります。この時、両親に対する強い憎悪が彼の心に影を落としたと言います。小学校に入学すると、成績は非常に優秀だったんですけど、この頃から覗きと盗み癖っていうのがついて、どんなに高価なものでも全く躊躇せずに盗み出し、問題児として知られていました。そして1965年、バンディがワシントン大学に進学した頃、後に彼がシリアルキラーになったきっかけのエピソードがあると言われています。それがステファニー・ブルックスという女性との出会い。彼女は裕福な家庭で生まれ育っていて、容姿のみならず経済的にも非常に恵まれた、まさにバンディの理想の女性でした。その後2人は交際、婚約することになるんですけど、ただ貧しい家庭で育ったからか、実はバンディは女性に対して非常に奥手で、女性に対する気配り、女性好みの垢抜けた格好をすることができず、なんと婚約後にあっさりと婚約を破棄されてしまいます。これを受けてバンディはひどくショックを受けて、その後の勉強が全く手につかなくなって、しまいには大学を中退することになります。当時バンディの中には、いつかあの女を見返してやる、そういった気持ちが強く芽生えます。それからというもの、バンディは外見やマナー、ファッションなんかを相当磨き始めて、さらに共産党の党員としても活動し始めます。そして数年後、将来有望な政治家の卵となったバンディはステファニーの元に再び現れて、婚約を交わすことに成功しました。しかしこの時のバンディ、彼女を愛すつもりは一切ありません。突然彼女との連絡を断ちます。これが彼なりの復讐でした。ただこの復讐を終えたバンディ、終わりませんでした。さらに暴走を始めます。1974年の1月頃、ワシントン州でなぜかステファニーによく似た黒のロングヘアの若い女性の失踪事件というのが立て続けに起き始めます。警察はすぐに自称テッドと名乗る男性が関与していることを突き止めて、しかしなかなか犯人の目星はつかなくて、この失踪事件の被害は拡大、他の州にも広がり始めていました。そして後に結果として4年間で30人以上の女性が犠牲になる事件が起きます。1975年のある日、とうとうバンディは逮捕されます。交通違反で偶然止められたこのバンディの車の中から、アイスピックにスキーマスク、ロープ、手錠とかが出てくるんですよ。でこれをきっかけに、バンディは一人の女性の殺害容疑で1年から15年の禁錮刑を言い渡されるんですけど、なんとその裁判の途中に裁判所から脱走するんですね。この方法もなかなかヤバくて、彼はまず裁判であたかも自分が弁護士であるかのように振る舞って、自分で自分の弁護をし始めます。まあ、これには理由があって、というのもアメリカでは自分で自分の弁護をする人には一定の行動の自由が認められていて、例えば裁判所の図書館を使っていいとかいうルールがあるんですけど、これを逆手に取って裁判所に護送されたバンディは図書館に足を運び、およそ9メートルの高さの窓から飛び降りて脱走します。このニュースは瞬く間に全米に報道されて、この報道があってから世間はバンディを反権力の象徴と称え始めるんですよ。もうバンディ T シャツとかバンディバーガーみたいな、こういった商品が飛ぶように売れたらしいんですよ。まあ、元々裁判でも雄弁に自分を弁護する姿っていうのに女性ファンも一定数ついていて、さらにこの70年代のアメリカといえば反政府の動きが活発だった頃なんですよね。ただバンディの逃走劇は長くは続きません。再逮捕されてようやく刑務所に入れられることになります。でこれで終わりかと思いきや、全然そんなことはなくて、次にバンディは獄中でほんのわずかな期間に16キロ減量して、独房の天井に小さな穴を開けて2度目の脱走に成功します。ここでさすがに足を洗うのかなと思いきや、再び殺人を行います。ただすぐに1978年には3回目の逮捕に至って、1989年には電気椅子による死刑が執行されました。同様に最後の言葉は、俺には死刑こそが最もふさわしい、俺や俺みたいな奴から社会を守るにはそれが当たり前のことだ、こういった言葉を残しています。完璧な自己分析だと思いました。ちなみに彼をモデルにした作品はテッド・バンディです。3人目、ジェフリー・ダーマー。まあ、以前なんかメガネがねオークションに出てましたけど、まあ、これもちょっと以前紹介したんでざっくりになります。ジェフリー・ダーマー、1978年から1991年にかけて青少年17人に対して性的暴行、殺人、さらには食人を行ったとされているシリアルキラーです。別名ミルウォーキーの殺人鬼とも呼ばれています。生い立ちとしては薬物依存
の母、家庭放棄した父の間で生まれ、幼い頃から精神異常の兆候があったと言われています。学校では物静かで塞ぎ気味の生徒、昆虫用の化学薬品セットを使って捕まえた昆虫や小動物を薬品で溶かし骨を取り出すのが趣味でした。そして18歳になると両親が離婚、父は行方不明、ジェフリーは一人で実家に取り残されることになります。この時から重度のアルコール依存症になってしまいます。そして高校卒業した数日後の1978年のある日、最初の事件を引き起こします。この時はコンサート帰りの青年を車で拾って、そのまま自宅に誘い、背後から殴って気絶させたところを殺害、強姦し、そのまま腹を切り裂いて床を血だらけにして、その上にゴロゴロと転がり、全身に血を浴びたとされています。本物ですねこれ。でこれをきっかけにですね、ジェフリーは若い男性を薬で眠らせ殺害、その遺体に猥褻な行為を行ってからバラバラにする、そしてこの遺体の一部を調理して食べる、こういったものが一つのルーティンになります。ただこの手口でわずか数年で17人もの青少年を次から次へと殺害していきます。ただ1991年のある日、ジェフリーの自宅の近くを巡回していた警察官の前に、左手に手錠をぶら下げた若い青年が助けを求めて、頭のおかしい男に殺されそうになっているというんですよ。そしてそのまま警察官がジェフリーの自宅を訪ねたところ、そこには衝撃的な光景が広がっていました。なんとジェフリーの住むマンション1階から最上階まで悪臭が漂っていて、部屋には大きなポリ容器に入った酸で溶かされた3つの胴体、色が塗られた複数の頭蓋骨、床には無造作に人間の指や皮膚などが捨てられていたといいます。その場でジェフリーは逮捕されて、裁判では終身刑が言わされます。ただ刑務所に収容された2年後の1994年、他の受刑者からの暴行が原因で死亡しています。彼の最後の言葉、バラバラになった彼らこそが本物の仲間のように感じられた、死体の一部でもあると部屋に仲間がいるようで孤独の苦しみを忘れることができたのです。まあ、ちょっと共感できない名言ランキング入ってくると思うんですけど、ただこの時の心境とかなぜそうなったのかっていうのを、ダーマーモンスタージェフリーダーマー物語っていうね、彼自身をモデルにしたドラマがあるんですけど、まず始まりがどう逮捕されたのか、そこから遡っていくんですけど、まあ、そこに至るまで何があったのかっていうのも描かれてるんですごく面白いです。次です。4人目、 H.H. ホームズ。これはかなり昔なんで残ってる文献がそんなあるわけじゃないんですけど、ヘンリー・ハワード・ホームズ、本名はハーマン・ウェブスター・マジェット、1890年代、自身が経営する通称殺人ホテルにて、本人の自供によると27人、警察の捜査によると200人以上をそのホテルで殺害したとされているシリアルキラーです。アメリカ犯罪史上初めてのシリアルキラーなんて呼ばれています。生い立ちについてはそこまで多くは分かっていないんですけど、まず1860年、アメリカのニューハンプシャー州で生まれて、幼い頃から家では父親から激しい暴力、学校では壮絶ないじめにあっていたと言われています。ただ学校では優秀だったのか、その後高校卒業してからわずか17歳で教師として働き始めて、結婚し子供も生まれます。24歳の頃には医師免許も取得していることが分かっています。そして彼が32歳になった1892年には、当時ホームズ城と呼ばれていたものすごく豪華な3階建てのホテルを建てて、ホテル事業を開始したんですね。しかしこの建てられたホテルというのが、全ての部屋が迷路のような秘密の通路につながっていて、壁には無数の覗き穴、スライド式の隠し扉、またガスを送り込んで殺害できる密閉された部屋、アスベストで覆われていて中にいる人をそのまま焼き殺せるようになっている部屋、床が落とし穴になり地下室に落下する部屋、さらに地下にある遺体を溶かすための硫酸が入った大きな容器に運ぶリフト、様々な仕掛けが施されていました。で1894年にホームズは逮捕されることになったんですけど、実はこれきっかけっていうのはホテルとはほとんど関係なくて、ホテルの共同経営者だったベンジャミン・ピッツェルという男と2人の子供を保険金目的で殺害したことが発覚するんですよ。これをきっかけにホームズの大量殺人っていうのが明るみになって、1896年、35歳にして死刑が執行されました。なのでこの保険金殺人がもし発覚しなかったらと考えると、一生判明しなかった可能性もあるんですよね。まあ、ちなみに最後の言葉としては、生まれながらに私の中には悪魔がいました、私が殺人者であるという事実は詩を読むと歌いたくなるというのと同じくらい疑問の余地のないことですでしょうねみたいな、言葉でした。この事件を元にした作品としては悪魔と博覧会というね、Hulu で見れるドラマがあります。あとこの事件とは関係ないんですけど、ホステルっていう映画も内容は結構近いですね。人身売買をホテルで行っていたみたいな、あのストーリーは薄いんですけど、とにかくグロいのが見たいって人におすすめです。ちなみに1が一番面白いです。同級生とキャッキャ言いながら見てた記憶がありますね。良い子はダメですよ。5人目、佐川一世。こちらも以前紹介しました。佐川一世とは1981年フランスでの留学中に友人のオランダ人女性を銃殺して、その肉をフライパンで調理して食べたという事件、通称パリ人肉事件の犯人です。分かってる中で殺害したのは1人なので、まあ、シリアルキラーではないんですけど、今回よく名前に挙げられるんで抜粋しました。生い立ちとしては1949年、兵庫県神戸市で生誕、手のひらに乗るくらいの未熟児だったといいます。そして幼い頃、叔父から若い子供を誘拐して鍋で煮込んで食べる魔法使いの話をよく聞いていたそうで、
そんな話あったかなという感じなんですけど、この話を何度も聞かされたことで、小学校の頃からすでに人肉食に興味を持っていたと。で、高校の頃にはこのことについて精神科医にたびたび相談していたんですけど、まともに取り合ってもらえなかったと言います。そして1977年フランスに留学して、3年後にはパリ第三大学の大学院を卒業、そのまま博士課程に進むんですけど、その後1981年、佐川はとうとう幼い頃からの欲求に耐えられず、同じ大学に通うオランダ人女性留学生が自分の部屋に訪れた際、背後から銃殺、性的な行為を読んだ後、バラバラにした遺体の写真を撮り、その一部を食べました。で、その後女性の遺体を遺棄しようとしているところを目撃されて、フランスで逮捕されたんですけど、実は取り調べを受けてる時に、佐川が言った昔腹膜炎だったっていうのを通訳が間違って、昔脳膜炎だったって訳したんですよ。これにより精神鑑定の結果、心神喪失と判断されて、フランスでは不起訴処分が下されるんですよ。で、それから数年はフランスの精神病院に入れられて、1980年日本に帰国したんですけど、日本の警察が佐川を逮捕して裁判にかけようとしたところ、フランス警察から不起訴処分になった人の捜査資料は渡せないと断られます。これによって警察は証拠を集められなくて、結局のところ佐川は一度も逮捕されることがありませんでした。そして日本の精神病院から退院した後、小説家になって本を書いたり、1989年、宮崎努が逮捕された時、マスコミやトークショーなんかに平然と出演していました。で、2000年以降は仕事が途絶えて、まあ、最後の方は闇金に追われてたとかいう話がありますね。結果2022年肺炎で亡くなっています。残してる言葉としては、殺したかったわけではない、ただ食べたかっただけだ。大体部の脂肪層はマグロの刺身のように柔らかかというのが有名です。題材とした作品としては、フランスとアメリカの制作会社が共同で作ったカニバ、パリ人肉事件38年目の真実っていうね、90分のドキュメンタリー映画があります。ちなみにこの作品、日本の全映画会社が買い付けを拒否したと言われてます。その理由っていうのが、シンプルにクソおもんなかったからと言われています。もし見たことある方いたら感想を教えてください。最後6人目、ジョン・ウェイン・ゲイシー。こちらジョン・ゲイシーですね。1972年から1978年までの間、アメリカのノーウッドパーク地区にて青少年ら少なくとも33人を殺害したシリアルキラーです。手口としては、主にパーティーなんかでピエロに扮して少年たちに近づいて、得意な手品を披露して、そのまま言葉巧みに自宅へ誘って殺害していた。通称キラークラウン、殺人ピエロという異名がつけられました。生い立ちなんですけど、もともとジョン・ゲイシー、1942年にシカゴの厳格なカトリック教徒の家に生まれます。生まれた時から脳に腫瘍があって、突発的に周りに暴力を振るうことが多々ある父親、心臓疾患を抱えて生まれた彼を父親は欠陥品とみなして、毎日のように激しい虐待を加えていました。そして18歳になった日、ゲイシーはとうとう逃げるように実家を離れるんですけど、その先で霊安室のスタッフとして働き始めます。そしてそんなある日のこと、ゲイシーと同年代と思われる男性の遺体が運ばれてきたんですけど、そこでゲイシーは不思議な気持ちになって、思わず遺体を抱きしめたんですよ。彼はこの時自分が取った行動っていうのが信じられずに、逃げるように職場を後にしたと言います。その後ゲイシーはビジネスの専門学校を卒業して、営業マンとして働き始めて、部長まで昇格しました。そして1964年には同僚だった女性と結婚。結婚後、妻の父が所有していた飲食店3店舗の経営を任されて、誰から見ても完璧な人生を送っていました。そしてその歯車が狂い出したのは1967年、妻との間に2人目の子供が生まれた翌年のことでした。ある日ゲイシーは副会長を務めていた少年会議所ジェイシーズのメンバーの息子だった15歳の少年に、うちで映画を見せてあげるよと自宅の地下室に連れて行き、お酒を飲ませ現金を渡した上で無理やり性行為に及びます。この一件を受けてゲイシーは翌年に逮捕、別件の被害も出てきたことから禁錮10年の刑が言い渡されます。しかしこれは始まりに過ぎませんでした。そこからおよそ1年半後の1970年、ゲイシーは刑務所での態度がいいということで仮釈放が認められます。出所した彼は翌年の1971年に建設会社を建てて、精力的に仕事に励む一方、そこでもやはり自分好みの若い青年らをスタッフとして採用します。そして翌年再び一線を越えます。ある日ゲイシーが一人で車を走らせていた時、バス停のベンチに一人の少年が座っているのを発見します。車を止めて聞いてみると、少年は一人旅の最中だというので、そのままゲイシーはこの少年を、じゃあ俺の家に泊まらないかと誘います。そして少年を止めることになるんですけど、このゲイシーが目を覚ますと、そこにナイフを片手に持った少年がベッドの横に立っていたんですよ。これを見たゲイシーはそのままナイフを奪って、少年を何度も何度も切りつけ殺害します。この時のゲイシー曰く、今まで感じたことのないオーガズムが脳を走ったと言います。そしてゲイシーが血だらけの手を洗おうとキッチンに入ると、そこには2人分の食事が並べられていました。少年が持っていたこのナイフ、ゲイシーに
危害を加えるためではありませんでした。この時ひどく動揺するんですけど、この一件をきっかけに殺人の快楽を覚えてしまったんですね。でその後もゲイシーは衝動を抑えきれなくて、1976年からおよそ3年間の間に次々と若い男性を自宅に招いては強姦して殺害、頭の方でも言ったように主にピエロに扮してチャリティーイベントなんかに参加して、そこでターゲットを探していました。そして自宅に招いて手品を見せるといい手錠をかけ、そのまま拘束してことに及んでいました。この犯行がおよそ3年ほど続いて、1978年のある日、ゲイシーは会社の面接を受けに来た15歳の少年をいつものように自宅に招き殺害します。ただその少年の家族がバイトの面接に行ったっきり戻ってこないということで警察に通報、ゲイシーの自宅を家宅捜索します。するとそこには信じがたい光景が広がっていました。家にはドラッグ用の注射器が散乱、そして床下からは29人分もの若い男性の遺体が出てきました。そしてゲイシーは逮捕されるんですけど、最初は自分は多重人格者だと主張します。自分の中には4人のジャックという男がいて、犯行は全てそれぞれのジャックがやったことだと証言するんですけど、最終的には全てゲイシーの詐病だということが判断されて、1994年5月に死刑が執行されます。最後の言葉としては、ピエロになれば人殺しだってなんてことはないさ。ちなみにキスミアスというね、くたばると、そういった意味の言葉もあります。最後の最後まで反省することはなかったそうです。このジョン・ゲイシーがモデルになった作品がイットだと言われています。モデルになったというのは、実際こういうことをやったやつが現実世界にいるっていうことを知れば映画にもっと入り込めるなんて言われてますね。はい、といかがでしたでしょうか。今日はいつもよりも長尺で、過去に実際にいたシリアルキラー6名ほど紹介しました。以前の動画でもね、ちょっと話してると思うんですけど、やはりこういった人たちって幼少期のエピソードに何かしらの共通点がある場合多いですよね。中でも虐待やネグレクトを受けていた、何かしら肉体的な障害があった、このいずれかに該当する場合が多いと言われています。特にシリアルキラーのうち 70% 近くは幼少期や思春期に頭部に何かしらの怪我を負った経験があるということも分かっています。特に計画性や判断力を司る前頭葉へのダメージが関係してるんじゃないかと考えられています。であとは今日紹介したように、このシリアルキラーを題材にした作品って世の中にたくさんあるわけですけども、じゃあなぜ我々人間はこういったシリアルキラーとかサイコパスと呼ばれてる人たちをわざわざお金払ってでも見に行きたいのか、なぜ引きつけられてしまうのか、そういったところも調べてきたんですけど、結論、こういった作品を見ることが一種の現実逃避として機能している場合と、アドレナリンを放出することによる興奮を求めている場合の2つのパターンがあると言われています。僕はどちらかというと現実逃避パターンではあるんですよね。これを楽しめるのはその作品自体がフィクションで作られてると分かってるからですよね。ただ先ほども言ったようにですね、何かしらの脳の障害があったりとか、実際に自分が似たような経験をした人っていうのはフィクションとしては受け止めきれずに、こうした作品を模倣してしまうのかなと思いますね。シリアルキラーになってしまう人の傾向っていうのは近年になってようやく分かってきたわけで、その人たちが犯罪に手を染めてしまう前にですね、何かしらの対策はできそうな気もするんですけども、ただどれだけ対策をしていても無敵の人っていうのは一定数いるもので、さらに言うとこういった傾向がある人が必ずしも人殺しシリアルキラーになるわけではないんで、ここがすごく難しいところだと思います。差別を助長しかねないですからね。ぜひ皆さんのご意見もコメント欄にお願いします。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM です。タックさん、こんにちは。こんにちは。結構真面目な相談です。最近職場の人にストーカーされていて警察に通報したいのですが、一つ不安なことがあってなかなか踏み込めません。仮に今私が通報して捕まったとしても、その人が根に持つタイプの人であれば後になって逆恨みで復讐しに来るんじゃないかなと思うと恐怖を感じてます。これは怖いね。実際に逆恨みで起きた事件、その対処法などがあれば動画で紹介してください。お願いします、ということなんですけど、これ結構シビアなリクエストですね。ありがとうございます。ちょっと怖がらせるわけじゃないですけど、今回逆恨みで起きた事件についていろいろと調べてみたんですけど、中でも逆恨みによって人が殺害されたとか、当時メディアでも大きく報道された、社会にも世間にも注目された悲惨な事件ありましたんで、こちらを紹介して、ね、対策とかも話していこうかなと思うんですけど、今回ですね、この本題の前にこういった事件、通称ですね、逆恨み事件とかお礼参り事件と呼ばれてるんですけど、このお礼参りって言葉あるじゃないですか。事件にお礼参りってちょっと違和感ありますよね。っていうのもこの言葉、本来だと安産祈願をした後にですね、無事子供が生まれてきた時とか、こういった願い事が叶った時のお礼として、再び神社やお寺に参拝しに行くことを指す言葉で、皆さんこっちの方が聞き馴染みやって印象が強いと思うんですけど、ただ実はこれ一方で皮肉なんでしょうね。卒業式とかでお礼参り使われたりとか、あとはケーキを置いて釈放となったヤーさんとか犯罪者が自分たちを警察に通報した人であったりとか、裁判で不利な証言をした人に対して仕返しをすることを指して用いられることもあります。いわゆる報復をするために勝ち込みをかける、襲撃をかけるといったことなんですけど、この事例で最近だとね、これは匂わせたという感じなんですけど、2021年8月の判決公判で北九州市に拠点
隊を構えている特定危険指定暴力団、工藤会のトップで総裁の野村悟被告、当時74歳に死刑判決、そしてナンバー2で会長の田上文雄被告、当時65歳に無期懲役が言い渡された、この4件の市民襲撃事件、この裁判の第一審が2019年10月福岡地裁で行われた時のこと。この初公判から両被告とも無罪だということを主張し続けたんですけど、裁判長が野村に対し極刑を言い渡して閉廷を告げた直後ですね、野村被告が公平な裁判をお願いしていたんだけどね、こんな裁判はあるかと言い放つと、続けて田上被告がひどいねあんた、再び野村、あんた生涯このこと後悔するぞと言ったんですよね。当時はですね、この恫喝とも思える威圧的な発言にネット上でも話題になって、区民たちに向けられた裁判長を報復せよと、そういったメッセージではないかと、そんな憶測も呼んだんですけど、実際はねまだ何も起きておりません。警護も厳重になっていることでしょう。他にもですね、1985年、暴力団の抗争中に一般人を殺害して懲役18年となった加害者が、出所後にタレコミをした情報提供者を探し出して恐喝を行って、後日逮捕されて懲役7年の判決が言い渡されたものとかね。あと2004年9月、北海道の北広島市の路上で車で帰宅途中だった札幌刑務所勤務の男性刑務官が暴力団組員ら数人に襲われ、集団でフロントガラスを叩き割られた上、頭や足を蹴るなどして重傷を負わせられました。これが後に4人が起訴された、同年6月同刑務所内で起きた受刑者による刑務官への集団暴行事件で、この処罰を受けた受刑者らが出所をですね指示して襲わせた報復行為があったんじゃないかとされてるんですけど、実際のところ詳細が不明です。あと暴力団以外でも2005年ですね、傷害事件で逮捕されて懲役2年となった加害者が、刑務所内から警察に通報した被害者に対して脅迫文を送りつけたというもので、その後満期終了と同時に脅迫の容疑で逮捕されました。他にもですね、こういった大きな事件じゃなくても男女関係とかお金関係とかのトラブルで加害者側の筋違いな報復感情により嫌がらせを受けるというケースは結構多いんですよ。基本的には暴力団関係が多いイメージですね。こういった場合の対策としてはですね、まず前提なんですけど、この逆恨みという行為そのものを禁止できたりとか処罰できる法律っていうのはないんですよ。なので向こうが一方的に復讐したいと考えてるだけで、何かで処罰するってことはできないんですけど、実際事件は起きてないんで、この段階では。ただその行為が何らかの法律に触れてる場合ですね、これならいけます。例えばさっきもあった脅迫文とか、あとは脅迫電話が来た場合だとですね、脅迫罪に該当します。あと SNS 上との書き込み、これによる誹謗中傷は名誉毀損罪とか侮辱罪、付きまとい、待ち伏せ、見張り、無言電話、 GPS で不法に位置情報を取得する行為とか、こういったものはストーカー規制法が適用されます。今はね厳しくなってます。ただ実際 100% そうなるってことではなくて、相手を処罰できる可能性があるということですね。ただまあ事件解決に何かしら関係があって、その相手が出所後にこういうことが起きているとなると、警察も勘違いでしょうとは言えないんで、対処されることの方が多いと思います。やっぱりですね、自分の身は自分で守らないといけないという側面もあって、相手に名前とか住所とか個人情報を可能な限り知らせないっていうことが有効で、花からこちら側の情報を内密にできたら一番いいんですけど、もともと恋人関係で場所を知られてるとか身の危険がある場合はですね、すぐ警察で通報して被害届を出すっていうのが大切で、他にも相談窓口もあって、警察にも相談できるんですけど、民間の窓口だったら公益社団法人の被害者支援センターというところが各都道府県とか地域にありまして、ここでは匿名の電話相談だったり面接相談とか法律相談とかの支援も行っています。あらゆる何かで困ってる方、警察に行くのをためらってる方はね、こちら電話して相談を検討してみてください。ちょっとこれを前提として、ね、ここから今日の本題なんですけど、実際にこのように対策されてる中でも最悪なケースとなった事件あります。一つ目、通報された恨みで出所後に起きた JT 女性社員逆恨み殺人事件。これは1997年の4月18日東京都江東区の団地にて、当時37歳の鹿沼京子さんが刺殺されたというもので、この事件の犯人である持田という男、1989年12月19日日本タバコ産業 JT の社員である彼女をですね、偶然見かけ声をかけた後に強姦して、その後彼女が警察に被害を通報したことで逮捕、懲役7年となったんですね。この服役中にも通報されたことを恨み続け、出所後に殺害したという事件なんですけど、この男、この事件を起こす以前からも前科はあって、そもそもヤバくて、過去1976年には偶然知り合った当時16歳の家出中だった女子高校生を、その後関係が悪化したため首を絞めて殺害、懲役10年になっていたり、窃盗の前科も2件あったんですよ。実際鹿沼さんへの恨みは相当なものだったみたいで、事件の計画も念入りに立てられていました。まず1997年の2月、7年の刑期を終えて出所、その日すぐにですね、彼女を探すために以前本人から聞き出していた住所を頼りにして彼女の団地まで行ってるんですけど、ただこの時覚えていたのは団地の住所で、部屋の番号までははっきりと覚えていなかったんですね。そこで諦めなかったのが、事件当日の4月18日午後9時過ぎ、まだ家にいなかった彼女を4階の非常階段の踊り場で待って、その後1号棟に向かって歩いてくる彼女の姿が見えたことを確認すると、4階からすぐエレベーターで1階におります。1階についてエレベーターのドアが開くと同時にですね、ここでちょうど鉢合わせになったんですよね。この時もちろん向こうは何も事情を知らないわけですから、えっていう感じで気づいてなかったんですけど、降りてこない男と仕方なく一緒のエレベーターに乗った彼女は、何階ですかと声をかけられ、4階ですと答えると、4階のボタンを押してもらいます。するとエレベーターが上昇し始めた途端、この女性が鹿沼さんであることを確認、その後俺のことを覚えてるかと、7年前の事件を覚えてるかと脅し、隠し持っていた包丁を取り出します。助けて殺されると大声で叫び、4階のエレベーターホールに突き、逃げながら抵抗する彼女を追いかけ、腹や胸を何度も突き刺し殺害しました。その後殺人容疑で逮捕された持田は殺人罪で起訴、判決では2004年最高裁で死刑が言い渡
され2008年に執行されています。このあまりにも被害女性の方が悲惨すぎる痛ましい事件ではあるんですけど、この時できた対策としては住所を教えてしまっていて、服役していた7年間の間ですね、仮にこの間どこかに引っ越していたとしたら少し結果が変わっていたのかなと思っちゃいますね。次に熊本親子殺害事件、これは1985年の7月24日熊本県上益城郡高佐町の民家にて、会社役員の当時63歳の女性 M さんと同居していた22歳の N さんが包丁でめった刺しにされて殺害されているのが見つかったというもので、犯行はこの1年前に熊本刑務所から仮出獄した無期懲役囚の森川という男の犯行でした。まずこの無期懲役となった事件を起こしたのが1962年で、もともと結婚した奥さんがいたんですけど、家庭内の素行があまりにもひどく働きもしなかったんで離婚したいということで、奥さんから別れ話を切り出して親族も一緒に離婚話をすることになるんですけど、この時にですね、初めの候補となっていたのが元奥さんなんですけど、親戚の人はもちろん居場所を教えないんで、なので次に狙いをつけたのが妻の母親の弟の嫁さん、この方が M さんになります。事件当時午前2時過ぎ、 M さん宅の外にある室外機の上の出窓から侵入、元妻の場所を一度訪ねて M さんが知らんもんは知らんと答えると、そのまま首や胸、腹など体中をめった刺しにして、同じ部屋にいた N さんもお前もグルだろうと言われて殺害されました。その後逮捕された森川、調べや公判の場でも親戚全員を殺せなかったのが悔しいとそういった発言をしてて、かなり冷酷な人物です。結果1992年には死刑判決が言わされ、その7年後に死刑が執行されています。はい、と今回お礼参りという言葉とその事件について紹介したんですけど、かなり犯人がぶっ飛んでるというか、そもそも逮捕されても全く更生しないような感じがしましたよね。この事件自体は昔のものであったんですけど、最近でも去年神奈川県で家賃を滞納して提訴されて立ち退きを命じられた男がこの家を所有していた男性を殺害したっていうのもあって、こういったね逆恨みは今でも全然起こってて、まあ、どれも頭のおかしな加害者が起こしたものではあります。ただめったに人にここまで強く恨まれるってことはないんですけど、日常生活の中だと逆恨みをしやすい人っていうのはいるんですよ。全てがそうではないんですけど、被害妄想が強かったりとか、物事を全部マイナスに捉えすぎてしまう人とか、あと常に誰かのせいにするとか、そういった心理的な面で共通点があるとされています。そういった人が理不尽に恨みを持つというケースが多いです。なのでそういう人に出会った場合は、お前頭おかしいよと突っぱねるとね、また逆恨みされる可能性があるんで、その物事の度合いにもよるんですけど、相手の言い分をまず聞いてあげるってことも大事で、もういよいよやっぱこいつ危ないなってなった場合は法的機関に相談するっていうのが一番ベストです。めんどくせえなと思うかもしれないんですけど、こういうちょっと普通の人とは考え方が違う人っていうのは何をするか分かんないんで、困ってる方いたら検討してください。はい、というわけで今日は以上です。ぜひね、動画の感想とありましたらコメント欄までお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日はこんな DM です。タックさん、こんにちは。最近冷たい熱帯魚という映画を拝見しました。一応最後まで見たもののグロテスクすぎてほとんど目をつぶっていました。体を切断してバラバラにするなど普通の人間からは考えられない行動をとっており、とても理解ができませんでした。実際日本でこういった猟奇的な事件どのくらいあるのでしょうか。もしあればご紹介いただけると幸いです、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。そうですね、まあ、私かねてより事件を風化させない党の党員やってるんですけど、今日はそういった日本で起きた事件でまだ紹介してなかったものあったと思いますんで、こちらいくつか紹介していこうと思うんですけど、まあ、そしてこのリクエストでまた冷たい熱帯魚ですよね。僕の視聴者はおそらく全員見てると思うんですけど、グロー邦画の代表格ですよね。ボディを貧困観光にするんだよっつって、このチャンネルでは3年前くらいに紹介してるんですけど、この作品のあらすじまだ見てない方はですね、ぜひ見ていただければと思うんですけど、こちら冷たい熱帯魚、この作品はですね、僕が崇拝していた園子温監督作品、さらに脚本も手掛けたという映画になってます。なぜ過去形になってるのかっていうのは調べてもらったらすぐわかると思うんですけど、ただなんか被害者の方と最近和解したみたいなニュースになってましたね。まあそれはいいとして、こちら小さな熱帯魚店を営みながら最初と冷え切った生活を送る主人公と、大型熱帯魚店を営む村田という男が出会う。同じ仕事熱帯魚店のよしみとして交流を始めるところから物語は始まります。そしてあることをきっかけに村田は周囲の人を次々と消す連続殺人犯だと気づきます。しかしその時にはもう引き返せなくなっており、その後家族もろとも次々と数々の事件に巻き込まれていく、もうあれ絶望です。はい、実際に起きた事件をベースに作られてました。それが埼玉愛犬家連続殺人事件というもの。この作品グロだけではなくて普通の男性が味わっていく恐怖とか深い心の闇というのを追った作品になります。では早速事件を紹介していこうと思うんですけど、こちらはタイトルにもなっております。未解決事件になると思われていたが7年後にとんでもねえ事実が発覚した島根女子大生死体遺棄事件というもの。こちら概要が2009年11月6日、島根県と広島県の県境にまたがる我流山へキノコ狩りに来ていた男性が山頂付近で切断された女性の頭部を発見したことで発覚した事件です。この DNA検査の結果、この頭部は島根県立大学に通う19歳の女子大生 H さんのものであることが判明します。バラバラ殺人事件として捜査が進められることになります。ではここから事件の詳細なんですけど、少し時を戻して H さんが遺体となって発見される11日前の10月26日、アルバイト先であるアイスクリーム店を退勤後、連絡がないことを不審に思った母親が彼女が暮らす女子寮に確認したところで行方不明だと発覚します。2日後に警察に捜索願いを提出しました。そして11月2日には公開捜査に切り替えられたんですけど、 H さんは無事
な状態で発見されることはなく最悪の結果を迎えます。その後の捜査でアルバイトを終えて帰る H さんの姿っていうのが防犯カメラで確認されたんですけど、そこからの帰路には街灯もほとんどなくて H さんの姿は映ってなかったんですね。ただその H さんの後を追うように走る不審な白い車があったっていうね、こういった目撃情報があって、警察はその車をトヨタマーク2だと考えて割り出し作業を開始します。なので警察は当初ですね、バイト先を出た後知り合いの車に乗った可能性というのを考えて顔見知りの犯行であるとして捜査をするんですけど、ただ H さんは島根に来てからまだ半年で人から恨みを買うほど深い人間関係もなくて交際相手もいなかったんですね。なので結果的には顔見知りの犯行である可能性は低いよねと結論付けられます。またですね、同時進行していた遺体の捜索では遺体発見から翌日以降次々と頭部が発見された同じ山で大腿骨と四肢が切断された胴体、左足首、爪というのが発見されます。胴体には火で焼かれたような跡もあって、ここではちょっとどういう状態だったかというのは伏せるんですけど、生前にもひどく暴行を受けた後首を絞められた跡もありました。遺体を見慣れてるはずの警察でさえ制止できない状態だったというね、残虐性があって、なので犯人は猟奇的な性的嗜好を持つ人物じゃないかと推定されます。ここでレンタルビデオ店でホラー映画の貸し出し履歴とか猟奇マニアを洗い出したりとか、動物の解体技術、道具を持つ猟師、林業関係者、直近に刃物店やホームセンターで鋭利な刃物を購入した人とか、片っ端から怪しいと思われる人物をリストアップします。ただこのような警察の懸命な捜査は虚しく、一向に犯人は見つかりません。そしてその後2012年には死体遺棄単体での控訴時効3年を迎えて、容疑を時効のない殺人罪に切り替えて捜査を継続することを発表しています。そして時は進んで7年後の2016年12月、この事件は急展開を迎えます。なんと遺棄された H さんの遺体が見つかった2日後に交通事故で死亡していた当時33歳の矢野義春という男が容疑者として浮上します。この矢野の遺品のデジタルカメラと USB メモリから画像を復元したら、切断前後の H さんの遺体とか犯行に使ったと思われる凶器、矢野本人の足などが映っていたことで殺人などの疑いで書類送検します。ただ矢野はすでに死亡しています。不起訴処分になり、この事件は幕を閉じたんですね。結果被疑者が死亡ということで終わってしまった事件なんですけど、なぜこの7年の時間かかってしまったのか。まず一つが不確定な目撃情報というもの。さっきの車ですよね、これをトヨタのマーク2だと思っていたんですけど、実際に矢野が乗っていた車っていうのはトヨタのビッツだったんですよ。この車種の思い違いで多大な時間を割いたんですね。そしてもう一つが、犯人は猟奇的な性的嗜好を持つ人物、遺体の状況から見て解体に長けた職業の人物と、こういったものを見立てて捜査を行ったんですけど、実際矢野はどうだったのかというと、過去に3件の強制わいせつとの性犯罪を犯していて、2004年には懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けていたんですけど、ただ傷害とか殺人の前科はなくて、特に猟奇的な趣味を持つとは思われてなかったんですよ。出所した後はソーラーパネルの営業職として社会復帰していたんですよ。だから職業からも容疑者リストから外されていたんですね。この点からこの事件は長期化したと言われてて、で2016年から再度ですね、事件当日の現場付近の不審車両、そして周辺地域に住む性犯罪の前科を持つ人物を洗い直したところ、どちらにも当てはまっていたのは矢野だったんですよ。また事件後、矢野は知人にですね、大変なことをしてしまったと語っていて、交通事故の現場にはブレーキ痕がなく、ガードレールに衝突していたことから自殺の可能性が高いと言われています。結果事件の動機や経緯というのは本人の口から語られることはなく、永遠に謎のままです。はい、と大学生という若い命が奪われて7年間捜査したのにもかかわらず、その結末は犯人はもうすでに死亡、司法で裁くことができなかったというね。被害者遺族からしたら、どこにこの怒りをぶつけているのかわからないと、なんともやりきれない結末に終わった事件だったんですけど、結構この指名手配犯とかで最近多かったりしますよね。ただ7年間も懸命に捜査して容疑を変更して時効をなくしたりと、絶対に犯人は逃すまいというね、警察の強い執念を感じますよね。でこの事件もう一つフィーチャーされた部分があって、この事件で遺体が発見されて山での報道があったんですけど、このニュースの映像が始まってすぐに女性の声で、すごい痛かった、どうして私だけ、みたいな、そういった不可解な声が入ってるんですよ。近くにいた人の声が入っただけだと思うんですけど、当時のオカルトブームからも心霊現象じゃないかってささやかれまして、あとは被害者の関係者にマスコミが押し寄せるとかのね、過剰報道が問題にもなりました。お前マスゴミええ加減にせよって話ですね。では次の事件です。こちら最近の事件で、去年11月末に山梨県小菅村の山中で十数個に切断されて白骨化した遺体の一部を発見したというもので、30歳の堀利哉容疑者を死体遺棄の容疑で逮捕しました。警察はですね、堀の供述からレンタカーをそのまま横領したというね、別の事件で逮捕されていた31歳の厚見龍馬という男もこの事件に関わっているとみて4日後に逮捕しました。でその後の捜査で、この横領していたレンタカーから大量の血痕が見つかったんですね。で DNA 鑑定したら、6月から行方が分からなくなっていた東京都に住む介護施設で働いていた女性の N さん、18歳のものであることが判明します。またこのレンタカーを借りていた厚見が N さんとは交際関係であったこと、そして死体を遺棄したのが行方不明になった同月の6月だったということが分かって、厚見も同様に死体遺棄の容疑で逮捕されました。現在犯行の経緯とか動機、死因について捜査されてるんですけど、この厚見という男がね、とんでもない男だったのかどんどん分かってきてて、犯行後もですね、スマホゲームのバトロワを毎日のようにプレイしていて、プレイ中に
かなりの暴言を吐いていたと、まあ、死ねとか海に沈めてやろうかとか、これがね、まあ、ちょくちょくそういう暴言中みたいなのいますけど、本当にやってたらシャレになんないですからね。こういったゲームってランダムでチームになった仲間とボイスチャットできるんですけど、若い女性のプレイヤーとマッチして気に入ったら、その後 DM 送って関係を迫る、いわゆるネットナンパっていうのをしていて、事件が発覚する前日までゲーム内で未成年16歳の女子高校生と交際してるんですよ。しかも2つ目の妻がいた既婚者なんですよ。最低な人物像であるのはもちろんなんですけど、人の命を奪っておいて平然とゲームして、なんならナンパまでしてたという事実考えられないですよね。また共にですね、死体遺棄で捕まった堀容疑者も妻と3人の子供がいて、この犯人の男2人は高校の同級生でした。この被害者っていうのが、次は自分が人の役に立ちたい、介護の仕事をやりたいと思っていますと語っていて、無事介護の仕事に就いた時も、大変だけど先生にいい報告ができることを目標に頑張りますと自身の担任だった先生に伝えていたんですね。それぐらいこの人ができたような方だったんですけど、たった3ヶ月後に18歳でこのような若さでこういった目に遭ってしまったと。この経緯とか真相が解明されてね、相応の刑が科されることを願います。次、最後の事件です。こちら2016年3月ですね。埼玉県川口市内の飲食店で、当時24歳だった従業員の男性伊藤さんに暴行して怪我を負わせたとして、傷害容疑で男女7人が逮捕されました。その後犯行グループの供述によって、暴行した上に殺害していたことが判明し、主犯格の2人の男を殺人の容疑で起訴しました。これ何があったかというと、事件が発覚した約2年後の2018年12月、警察へ匿名で川口市の飲食店で関係者が暴行後に殺害、遺体を遺棄されたと情報提供があって、警察が捜査を開始して、で捜査を進める中でこの傷害事件と結びついたんですよ。主犯格のうち1人の元暴力団の島田という男の娘が、伊藤さんと以前交際トラブルになったんですけど、その時のトラブルとかその他複数名とも金銭トラブルがあったことで、娘の元彼に対して集団で暴行を行ってるんですね。ここまでは判明してて、暴行したことについては認めていたんですけど、殺人行為自体は一向に認めなかったんですよ。何よりね、一番の証拠である遺体が見つからなくて、殺人事件としては立件できませんでした。ただその後犯行グループの供述で、傷害で逮捕された7人のうち複数名が店内で暴行を加えて、口封じのために主犯2人のうち1人が伊藤さんを殺すように指示、もう1人が首を絞めたと。そして埼玉県内の市場のマグロとか魚を冷凍する巨大な冷蔵庫で伊藤さんの遺体を凍らせた後、自動バンド槽と呼ばれてるマグロを解体する機械でバラバラにして、最後に魚をミンチにする機械にかけて焼却処分施設で焼却したっていうね、完全に遺体を消すような残虐な遺体処理方法が判明したんですね。この情報から警察は自動バンド槽から DNA を取って、これが伊藤さんのものと一致しました。結果遺体の処理に使用されたと判断して、遺体なき殺人と呼ばれて、まあ、遺体が現在までも見つかっていないまま5年7ヶ月もの時間を経て殺人の立件立証に至ったんですね。ただ主犯格の一人は勾留中に自殺しました。もう一人の島田だけをですね、殺人容疑で起訴しています。その後2022年11月に行われた裁判で、行き過ぎた暴行は認めるが殺人は行っておりませんと引き続きですね、この起訴内容は否定していたんですけど、埼玉地裁は現場にいた他の加害者の証言は暴行の詳細や殺害に至るまでの経緯など具体的に一致している、被告の殺害行為の実行が認められると、まあ、殺人罪の成立を認めて懲役20年の判決を言い渡しました。はい、というわけで猟奇的な事件いくつか紹介していたんですけど、このなぜ遺体をバラバラにするのか、まあ、一番は証拠隠滅っていうのが多いと思うんですけど、その他にも運びやすくするとかね、強い恨み性的興奮とかあったりするんですよね。まあ、実際これは立証と立件ができた事件を最後に紹介したんですけど、まあ、遺体が発見されないと行方不明として捜査されて殺人を立件するっていうのは結構難しいんですよ。こういった被害者には誰でもなり得る、まあ、確率はすごく低いですけどね。ただ中にはネットで近づいてこようとしたりとか、さっきのゲーム内チャットもそうなんですけど、だから知らない人とは距離を置いて接するということが大切だと思います。というわけで今日は以上です。皆さん夜道には気をつけてください。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こんな DM 来てました。タカさん、こんにちは。こじです。私は日常の中で子供のしたことに関して、親の教育が悪いだろうとか、親の教育が悪かったといった声をよく聞くのですが、正直親の教育よりもそう言われてしまう当事者である子供側に非がある場合が多いのではと思うことが多く、なんとなく不快な気持ちになります。最近タックさんの動画の中で事件系のトピックを扱った動画をよく見るのですが、過去親の教育が悪かった関連で起きた事件などありましたら紹介してください。よろしくお願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。これは難しいクイズですね。親の教育が悪いみたいな言葉ね、よく聞きますけど、新幹線で騒いでんのに怒んないのはこれ親の教育が悪いですけど、ただまあそういった子ってね、ちっちゃい子が多くて、そういう言葉が通じるのはその子が社会人になるまでの年齢までじゃないのかとは思ってしまうんですけど、ただ例えば18年間ぐらいとんでもない常識外れな教育を受けさせられたら、まあそれが常識になってしまうわけですよね。昔はこういったことってよくあったんでしょうけど、今っていろんなところから情報を得る
ることができるんで、あ、なんか自分のこの教育がおかしかったのかなって気づく瞬間って多くなったのかなと思いますよね。ただたまに常識では考えられないアンビリバボーな人とかね、なんか X とか聞こえますよね。そいつマジかみたいな。あれも多分元々の教育が違ったんだと思うんですよね。ただ家庭における教育、子育てにはですね、責任割合というものが存在するというもので、親サイドと子供サイドでお互いの責任の割合を数字で表したものがあって、仮にその子の成長の過程を100とした場合ですね、まず生まれながらに備わっているその子の個性によるものっていうのが 33%、 次に生活する中で周りに存在する人や施設との関わりなどその子を取り巻く社会的環境によるものっていうのがまた 33% で、最後に家庭環境、親2人の責任によるものが 33% と、これら3つの構成比率で分けられているっていう話で、かつそれぞれの比率は3分の1に綺麗になってるというもので、つまり親の責任っていうのはいかなる場合でも3分の1ぐらいであるとするもので、とはいえ 33% なんで、なんでしょうね、 33% で当たるリーチがあったら絶対外れはするんですけど、親にも責任があるんじゃないかっていうこの言葉もですね全然一理あるんですよ。ただあくまでこういった視点もあるということです。ちなみになんですけど、子供の学力差に関して世間一般では小学4年生以降から学力の差っていうのが目立ってくると言われてるんですけど、なんかわかるな、割り算ぐらいから人生で来るような。ただ 50% ぐらいが実は遺伝と言われてます。 30% は経済的背景による家庭環境、親が子供の教育に対してどれぐらいお金そして時間を投資してるか。ただ残りの 20% はいい先生と出会うとか、あとは本人が変えられる要素になってます。だからまあ遺伝が半分ぐらいを占めてるなんて言われてるんですけど、テレビでね、東大生の中にも親はどっちも高卒ですって言っても全然いたんですよね。これは本当ごく少数で残りの 20% で当てはまったっていう話だと思うんですけど、はい、まあちょっと前置き長くなったんですけど、こっからが本題で、この親の教育が悪かった関連で起きた事件というのを今回いくつか調べてきました。事件後に親が自らこれは私のせいですと発言した事例であったりとか、事件の全容を俯瞰して見た場合ですね、結果的にそう見えてしまっているという事件だったり事例を紹介していきます。まず最初にですね、十和田市パン切り包丁殺人事件。はい、これはですね2021年の3月、青森県十和田市内の住宅でエステサロン経営の女27歳が内縁関係にあった男性当時30歳の首を長さ30センチのパン切り包丁で突き刺して殺害したというもの。パン切り包丁って、まあ、切れたりしないような気がするんですけど、で女はですね自ら首を刺したと消防に通報。刺された男性はおよそ1時間後に搬送先の病院にて死亡が確認されました。で結果この内縁の妻はですね殺人の疑いで逮捕されたんですけど、この2人の間に一体何があったかというと、当時この夫婦事件現場となった家で2人の間に生まれた0歳の赤ちゃん、夫の連れ子の小学生、女の連れ子の小学生2人の4人の子供と共に計6人で暮らしていました。事件の5日前には SNS でこの女性三浦容疑者なんですけど、三浦容疑者と赤ちゃんが笑顔で写る動画が投稿されていたりとか、2日前にも楽しそうに草むしりをしている一家の姿が目撃されたりとか、近所の方曰くですね普段からすごく仲のいい感じのいい夫婦だったらしいんですけど、ただこの2人酒癖がかなり悪かったと。特にひどかったのが女性の方らしくて、 SNS を見るとよくある自分の美意識の高さをアピールする画像とか、あとはお酒が好きっていう内容の投稿がたびたびあって、で育児疲れと仕事の過密スケジュールのストレスからお酒をよく飲んでいたと。さらに家庭内では酒癖、この内縁の夫も悪くて結構暴れることもあって、数年前には2回ぐらいこのお酒が原因で喧嘩に発展して怪我をすることもあったと。結果警察も来る事態になってるんですけど、2人のトラブルっていうのが数年にわたってたびたびあったんですよ。でこういった背景から彼への不満っていうのが日に日に溜まってって、その結果事件の日もお酒を飲んでいた彼女はスマホを片手に持って撮影しながら夫の首をパン切り包丁で突き刺して殺害したんですよ。撮影してたんですよね。でその後2022年5月、殺人罪に問われた三浦被告の初公判がですね青森地裁で裁判員裁判で行われたんですけど、この時被告が証拠として事件時に撮影していた動画を提出したんですよ。包丁が刺される場面とか映ってなかったんですけど、音声は聞き取れたんですよ。やはりそれを聞いた裁判員一人は体調不良を訴えて一時休廷を経てこの裁判員を解任するといったトラブルがありました。トラブルつうか当然ですよね、これね。裁判員裁判ってこう招集されてますからね。で続く同年の9月の一審判決では懲役13年の判決言い渡されたんですけど、ただ弁護側がですね被告が DV を受けていたそういった背景を踏まえた上で正当防衛などにより無罪を主張してこれを不服として控訴したんですけど、結果まだここからはどうなったのか不明です。また事件後にはですねこの子供たちを引き取ったのが加害者側の母親なんですけど、赤ちゃんをおんぶしながらメディアの取材に応じたんですけど、私の育て方が悪かったっつって泣きながら話したんですよ。まあ、これが話題になりました。いやまあ育て方が悪かったってそういう問題じゃないと思うんですけどね。アルコールっていうのを依存してたのは確かだと思うんですけど、おそらくこういう背景の裏には、まあ、自分の娘がこうなる前に止めておけばよかったとか、もっとなんかこう真面目な子に育っておけばとか、そういった罪悪感みたいなのもあったと思うんですけど、容疑者の母親が悪いというのはね僕は違うと思いますけどね。では続いて先ほどとは違って子供に対して
行き過ぎた教育をして、そんな母親が被害者になったという事件で、これが2018年1月、滋賀県守山市で医学部を休浪、幼少期から異常な教育虐待を受けてきた31歳の女性がですね、自ら用意した凶器で58歳の母親をめった刺しにして殺害、その遺体をバラバラにし、自宅から約370メートル離れた河川敷に行き、さらにその後 SNS でモンスターを倒した、これで一安心だ、そういった投稿までしてたところで、これが同年の3月、道市を流れる川の河川敷で両手両足頭部のない女性の人体の体幹部が発見されたという事件が発覚しまして、遺体は激しく腐敗して変色、悪臭を放っていて、周辺にはトンビが群がっていたそうです。その後警察の本格的な捜査を行われて、加害者であった A が6月に死体遺棄で逮捕、その後死体損壊殺人の容疑で逮捕起訴されたんですけど、彼女は20年以上前から母親と2人暮らしで、20代半ばまで母と一緒にお風呂に入っていたことが分かっていて、一見すると仲の良い親子のように思うんですけど、ただこの親子の関係、特に親がですね、かなり異質でして、娘に対して長年にわたって必要な干渉を行ったり、暴言を吐く、拘束するといった行為を繰り返します。っていうのも勉強だったんですよね。勉強に関して成績が上がらないと母親が激高して、バカ、デブ、ブサイク、消えろ、寝るな、どうしてちゃんとできないの、お父さんみたいになるよ、次やったら家から追い出す、ちゃんと成績取れなかったら学校辞めさせる、死ねばいい、消えろと、こういった暴言を吐いてたんですよ。で、娘が小学6年生の時には包丁を持ち出して揉み合いになって腕を切って怪我をさせたりとか、中学2年生の時も定期テストの結果が書かれた成績表の点数を娘が改ざんしたからつって熱湯を浴びせていました。で、目標がですね、自分の子供を国立大学の医学部に入学させると、そういった強い希望があったというんですね。こうして言えば中高一貫の進学校を卒業した後ですね、母親から超難関の国立大医学部への進学を強要されます。携帯は取り上げられて、母親の監視下で勉強させられて、監視を束縛され続けた結果休浪してしまうんですね。で、このさっき言った一緒のお風呂に入っていたっていうのも、娘に一人きりの時間を与えないために母親が強制していたことで、このプレッシャーに耐えかねた娘はですね、9年の間に自殺を何度も考え、少なくとも3回は家出をして母親から逃れようとしたんですけど、しかしその度に母親は探偵とかね、雇ったり、あとは通報を受けた警察によって家に連れ戻されています。結果休浪を経て、この医学部は諦めて、母親から妥協案として出された医大の看護学科へ進学することになります。ただこれで終わらなかったのが彼女の母親です。看護学科に進む条件として、看護師よりもさらに専門知識が求められると言われている助産師の資格を取ることを約束させるんですね。しかし彼女はですね、ようやく通えた大学の看護学校の2年次、同じ学年内で助産師の資格を取る家庭への進学選抜試験に不合格になります。すると母親は、せっかく合格した看護学科の卒業後に新たに別の助産師学校の受験をするように押し付けました。そして卒業する頃には A は看護学科にあるこの大学の病院で看護師として働く内定をもらっていたんですよ。ただ辞退するように迫ります。結果助産師学校の入学試験には失敗してしまいます。この時もですね、激しい口調で叱責されて、看護師にはならず再受験する旨の始末書を書かされます。こうして勉強ばっかさせてくる母親に対して、堪忍袋の方が切れた娘がそれまでこらえていた怒りを爆発させて、この助産師学校の入学試験に落ちた翌日、1月20日の未明ですね、寝ていた母親の首筋を刺し殺害、その遺体を翌日遺棄しました。その後3月、看護師の国家試験に合格した彼女はですね、4月から病院で看護師として働き始めていたんですけど、この時にすでに遺体は発見されて、警察によって捜査を進められてて、6月に遺体の身元が A の母親であることが判明、逮捕されました。その後2021年1月、死体遺棄罪、死体損壊罪で起訴された A の裁判では、2審判決で被告人が被害者殺害を思い詰めるに至った経緯においては同情すべき点があるとして、懲役10年の判決が言い渡されています。はい、まあこの理想を押し付けてきた母親の呪縛から解放されるため、その娘が起こした事例でした。で、最後にこれも似たような事例で、奈良自宅放火母子3人殺害事件というもの、これが2006年、奈良県田原本町というところで、高校1年生の長男、当時16歳が自宅を放火して全焼させて、医師だった義母、義母定米であった小学2年生の弟、保育園児の妹の3人を一酸化炭素中毒で死亡させたというもので、これも長男がですね、幼い頃から義理の母と同じく医師だった父親から付きっきりでスパルタ教育を強要されていて、覚えが悪いと日常的に殴る蹴るといった暴力がありました。高1の時にはシャーペン取り上げられて頭頂部に突き立てられたこともあって、こうした体罰を振るう父親に対して殺意が芽生えていって、父親の殺害を計画、この家には嫌な思い出しかない、家を燃やせば嫌な思い出も灰になる、ゼロからやり直したいという考えのもと自宅へ放火をします。ただ事件当日、放火した家に父親いなくて仕事に行っていたので不在だったんですけど、無残にも何も関係のない3人の命が奪われました。その後この少年は殺人と現住建造物放火容疑で逮捕、火災に送致されて、こういった少年による殺人の非行内容についてはですね、原則検察官送致になって逆送されるんですけど、彼の性環境とかも踏まえて保護処分として中等少年院送致になっています。はい、と結構同情されて、その判決が軽くなる
ったことがあってね、2つ似た事例を紹介したんですけど、これ実際どれぐらい親が子供に対して固執していたのかって分かんないですけど、これ読んだだけでも苦しいなっていうのが分かるんで、実際その場にいたら地獄だったら間違いないと思うんですよ。唯一家っていうのは自分が気を抜ける場所の一つだと思うんですけど、それが一番帰りたくない場所っていうのはね、辛かっただろうなと思うんですけど、その辛さってね、この行き過ぎた教育っていうのは実の親を殺すまでの最悪の事態を招くこともあります。ただまあこういった家庭環境で育った子供が大人になってこういった事件を絶対起こすかといったら絶対そうじゃありません。社会に出て自立してすごくいいところで働くとかね、そういったこともあると思うんですよね。ただ社会に出してくれないように過度に干渉してくる、全てを制限してくる毒親っていうのは別ですけどね。で、まあ、このシーンは分からないですけど、まあ、親御さんっていうのはこう一番にと思ってね、子供を育ってると思うんですけど、まれに親心が裏目に出てね、親子関係が悪化してしまうってこともあるんですよね。やっぱり自分から何かやろうっていう子供にはその気持ちを受け止めるっていうね、そういった教育も大事で、関係の回復に努めることも大事じゃないかなと思いますね。というわけで今日は以上。皆さんもね、もしこういう体験ありましたらね、コメント欄お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ごめん、間違えて LINE 消してしまった。はい、こちらたまにねいますけども 100% ありえません。ごめん、間違えてディズニー入っちゃってたレベルの話なので、騙されないようにしましょうね。やばいって。今日の授業ここまでです。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。危機感持てて。さて今日なんですけど、こんな意味です。タックさんこんにちは。こんにちは。最近クラスメートの二人の友達が SNS 上でお互いの悪口を書き合っていました。最初はなんかしょうもない喧嘩してるくらいの感じだったのですが、お互いが悪口を書かれていると察知したのか、次第に書き込みの内容もヒートアップしていきました。最終的に取っ組み合いの喧嘩になって定額になるほどに発展してしまい、アホだなと思っております。そこで気になったのですが、ネット社会の現代で SNS がきっかけで起きた事件ありますでしょうか。あればご紹介していただきたいです。よろしくお願いしますということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。まあ、おっしゃる通り、近年の SNS の普及でいろんなことが便利になった反面、それを悪用する輩も出てきましたよね。僕ら世代の時よりもそれは加速してるんじゃないかなと思うんですけども、というのもやはり顕著に目立つのが SNS 上での知らない人とのやり取りですよね。やっぱなんだかんだ僕今28ですけど、僕らが学生の頃って知り合いの知り合いぐらいまでとしか繋がれないって言ったらあれですけど、繋がることってあんまりなかったんですよ。そしてね、それがどんな人なのかも分からないのに直接会ってしまって犯罪に巻き込まれるというケースですよね。僕もね、よく裏側ないんですかとか言われるんですけど、こもないんですよね、残念ながら。今日はそういったですね、ネット社会ならではの犯罪が起きてる現代なんですけど、今ではスマホを持ってるほとんどの方が利用してるであろう LINE ですね。まあ LINE も実は SNS に該当するということで、過去にはこれがきっかけになって起こった冷酷かつ残忍な事件ありましたんで、こちら紹介していきます。この事件、僕が過去に取り扱った事件の中でも5本指に入るぐらい胸くそな事件なんで、苦手な方はブラウザバックしてください。では早速です。広島少女集団暴行殺害事件、こちら別名広島少女 LINE 殺害事件とも呼ばれています。この事件が起きたのが2013年6月27日、広島県広島市の高等専修学校に通っていた当時16歳の被害者が、同じ学校で同級生であった野村美希を含む少年少女6人と、その中で唯一成人だった瀬戸太平当時21歳により集団リンチを受けた末に殺害されて山中に遺棄されたという事件です。それではこの事件の詳細なんですが、まず事の発端は被害者とこの事件の主犯格である野村が参加していたグループライン上での口論です。27日の深夜に、まず野村が名指しで都合がええやつ嫌い、絡まん方がええよと、まあ、こういった批判をしたことが始まりになります。それに被害者が反論したことにより、口論は次第にエスカレート。その内容に関してはブスとか死ねとかですね、どっちもどっち、まあ、いかにも子供っぽいやり取りが続いて、最終的に野村が殺したる系のと、まあ、送ったことに対し、やってみーやと被害者が反発したことで口論は終わります。この時もちろん被害者も本当に自分が殺されるとは思ってなかったでしょうし、野村もさすがに殺害するつもりはなかったと、少し痛めつけて謝らせようと思ったと後に語っているんですけど、まあ、集団心理というのも相まってなのか、これが最悪の結末になります。で、話を戻して、どうしても怒りが収まらなかった野村、朝まで被害者に集団リンチを加えようと画策します。中の友人数名を呼び出して、同級生の荒藤葉月に被害者に今から遊ぼうと誘いのメッセージを送るように頼みます。その後とある場所で会うんですけど、そこで誘った荒藤とその友人である河野奈々という人物が、瀬戸が手配したワゴン車に乗って被害者を待ち伏せします。そしてその現場近くの壁の陰から、野村とその彼氏である成田大輔、野村の友人の福井彩乃、そしてその彼氏である持田達也という男が様子を伺います。もう一度言いますが、瀬戸以外は全員未成年、なんなら16歳です。そして28日の午前4時頃、被害者が現れたところで荒藤と河野がワゴン車へ誘導し、乗ったところで物陰から待機していた野村らが一斉に飛び出しワゴン車に乗り込みます。そして野村は被害者の胸ぐらを掴んで、言いたいこと言ってみやと恫喝します。これに抵抗するんですけど、そのままワゴン車を発進します。この道中は被害者にとって地獄の時間となります。発車後すぐに福井が馬乗りになって殴りつけて、野村も続いて髪
髪の毛を引っ張るなどの集団暴行を加えます。さらには助手席に乗っていた成田も身を乗り出して手を伸ばして足をライターで炙るなどの拷問し始めるんですね。そして車は有料区間の料金所に入ったところで助けてと叫ぶんですけど、犯行グループは被害者の顔を車の壁に打ち付けてタオルを口に突っ込んで喋れないようにします。また犯行グループは被害者の財布の中から現金数万円を取り出し、さらにはキャッシュカードの暗証番号を言うように脅迫します。それを拒否すると野村は許したるけん早よ言えと言ったんですけど、この言葉を信じて暗証番号を教えます。ただ暗証番号を聞いた野村、許すわけないじゃんと言い放ちます。それに続いて周りも嬉しそうに何度もはしゃいでいたそうです。そこから暴行は続き、タバコを体に押し付けたりカッターナイフで腹部を刺すといった命に関わりかねない拷問を受けて一時気を失ったと言います。そして車は広島県の呉市にある灰ヶ峰という山に到着するんですけど、犯行グループは人気のない山奥に被害者を連れ出し、成田がクロスさんの口に突っ込んでいたタオルを取ります。でこの時野村には彼氏であるこの成田がタオルを優しく取ってるように見えたと。これにこのままでは彼氏が取られてしまうと謎の嫉妬をして、また再度野村は被害者を殴り始め、その他メンバーも面白がって暴行に加わります。もうこの時すでに何発殴られたかわからない被害者、顔は腫れ上がっていて衰弱してきたところで犯行グループは首を絞めて殺害します。さらには頭が逆方向になるほど首をひねって首の骨を折り、遺体を崖の斜面に向かって放り投げるんですね。到底同じ人間がやることとは思えません。同日被害者の家族が娘が戻らないことを心配して捜索願いを警察に提出します。そして事件後の加害者灰ヶ峰から戻ってきた野村は友人に対して人を殺したと LINE で明かしていて、殺害理由を聞かれると腹立った件と送っています。また野村は友人に生きてるかもしれないと言われたことで、7月上旬頃遺体が気になって現場に戻って確認してるんですけど、そこにあったのは動物や虫に食い荒らされてひどい状態になった被害者の遺体でした。ここでようやく罪の重さを自覚したというんですけど、ショックのあまり自首することを考え始めるんですね。そして7月11日、野村は自身の母に殺害したことを打ち明け、翌日の昼に母親に連れられて警察に自首するんですけど、遺体の場所を供述したんですけど遺体が見つからなかったということで一度帰宅します。ただ遺体が見つからないということで怖くなったのか、友人とかに LINE で逃げたいんだけどお金払うけん誰かおらんとか逃亡の手助けを持ちかけてるんですよ。何も罪悪感とかないですよね。そんなの誰も協力するはずもなく、最終的には翌日の13日朝に一人で逃亡したんですけど、すぐに警察官が駆けつけて拘束されます。そしてその日の午後5時頃、被害者の遺体が発見、野村は死体遺棄容疑で逮捕で、逮捕後この時一人でやったと供述して、その他のメンバーをかばってたみたいなんですけど、警察が LINE の履歴を調べてあっさりと共犯者が炙り出され、他6人も死体遺棄容疑で逮捕されました。最終的には7人全員が強盗殺人死体遺棄拉致監禁の罪で起訴されます。はい、とここまでが事件の全貌なんですけど、この事件の主犯格野村美希、そしてその他メンバーについてどんな人物だったのか軽く触れていくんですけど、まず野村は4歳の頃両親が離婚して母に引き取られ、その後は母と祖母の2人による虐待混じりの激しいしつけをされて育ったとされています。小学校6年生の頃には母の交際相手だった男からも性的虐待を受けたと。で母親も娘に寄り添うことはなかったことから次第に性格が歪んでいったと言います。何度も家出を繰り返して事件当日もこの実家からは家出状態でした。また野村の性格について友人の証言では、感情の抑制が効かずイライラすると人に手を挙げてしまうことがよくあった。また援助交際をしていた、その元締めをして稼いでいたとも噂されています。で一緒に逮捕された交際相手の成田とはインターネット上で知り合ったそうです。次に福井綾乃。福井も幼い頃から親のネグレクトを受けて育って、親との喧嘩が原因で学校中退、その後警察沙汰の事件を起こして親子の縁を切られたと。で生活保護を受けて暮らしていて、さらに未成年ながら年齢を偽って生活保護も隠して夜の街で水商売の仕事をしていたということです。そしてこの共に逮捕された交際相手の持田、無免許にもかかわらず車を運転していたことが後に発覚しています。この男が唯一の成人であった瀬戸と同じ仕事をしてつるむ仲だったんですよ。そしてこの野村と福井、それぞれの彼氏であった成田と持田、この4人で広島市内にアパートを借りてファミリーと称して共同生活を送っていたんですね。そして唯一成人していた瀬戸太平、4人の間では瀬戸タクシーと呼ばれてて、言えば車を出してくれる通称アッシーなんですよ。21歳が16歳少年少女のアッシーって、もうこれほど情けないことないですよね。で最後にこの荒藤葉月と河野かな、この2人は被害者とちょっと面識あったんですけど、野村に半ば強引に参加させられて被害者の呼び出しを行っただけだったと思われたんですけど、実は暴行にもしっかり加わってました。巻き上げた現金もしっかり受け取ってる完全なる共犯者です。はい、と家庭環境が複雑だったという背景はあるものの、さすがに同情の余地はないというか擁護できたものではありません。あとやっぱやばいのが、ここまで話した通りですね、野村、荒藤と河野以外は被害者と全く面識なかったんですよ。全く無関係な人を暴行して殺害するって考えられないですよね。これがね、集団心理の怖いところと言い切ってしまうのもあれなんですけど、それ以前に加害者全員にその気質はあったんじゃないかなと思いますね。そういった人たちが偶然類友で集まっただけじゃないかなと僕は思うんですけど、逮捕された7人、自分のことや酒の心配、事件に加担したことへの後悔ばかりを口にして、被害者や遺族への謝罪は全くありませんでした。その後の
裁判で野村投手を未成年だったことが考慮されて保護処分が妥当とされていたんですけど、社会的に許容できるレベルを超えた事案として刑事罰を妥当として懲役13年の実刑判決を言い渡しています。強盗殺人とか監禁が入ってるんで無期懲役死刑の2択全然ありえるんですけど、それ以前に未成年だからという理由で保護処分で終わる可能性があったと考えると恐ろしいですよね。ただここにはね、裁判官のこの社会的に許容できるレベルを超えた事案とこういった判断があったということで、少年法っていうのもあってね、犯行グループの中で唯一成人だった瀬戸は懲役14年の実刑判決です。その他の4人については中等少年院の送致が決定しています。これもねあんま意味わかんないですけど、こうしてこの事件の幕は閉じました。少年法に関してもねちょっと甘いんじゃないかと思わせる事件だったんですけど、さらに胸クソなのはこの被害者以外と成人していた瀬戸以外は実名報道されませんでした。すぐ特定されて、このチャンネルにも少年法はないんですけど、もう二度とこんな悲惨な事件起きてほしくないですね。たった LINE 上の言い合いがここまで発展したという事件でした。でこれはね結構前の事件ではあるんですけど、今年の3月 SNS がきっかけで起こった事件あります。それが北海道江別市にて炎上した車内から女性2人の遺体が見つかったという事件で、殺人の疑いで25歳の井上沙織容疑者が逮捕されました。井上容疑者はこの警察の調べに対して SNS をきっかけに2人と知り合ったと供述、また殺人の疑いに関しては3人で練炭自殺を計画していましたと容疑を否認しています。その後の捜査で亡くなったのは和歌山県の20歳の大学生と愛知県の17歳高校生だと判明しています。この井上容疑者が道内入りした2人を車で迎えに行ったと供述していることが分かっています。これ何してたかというと、 SNS で自殺というね同じ目的を持った人を集めるという行為です。これは以前から問題にもなってますね。自殺サイトというもので自殺志願者を集めて集団自殺をするといった手法が行われていて、これも一人だと怖いけど複数人ならできるといった集団心理を利用したものになるんですけど、この規制も強化されて多くを閉鎖しています。ただそれに続いて多く集まるようになったのは、木を隠すなら森じゃないですけど Twitter ですね、現在 X です。これを利用して自殺志願者の心につけ込んで多くの人が殺害されたという事件もありました。それがザマ9人殺害事件ですね。過去にやってるんでざっくりと解説するんですけど、2017年の10月、神奈川県座間市のアパートにて女性8人男性1名の遺体が見つかったという事件で、逮捕されたのは当時27歳であった白石貴弘という男。この手口は先ほども言ったように自分にも自殺願望があるような投稿をして、自殺願望を表明している女性に一緒に死のうと誘います。そして自宅に連れ込んで性的暴行を加えた上で殺害、所持していた金品を盗むといったもので、これをわずか2ヶ月の間にほぼ同じ手口で行っていました。また遺体はバラバラにしてクーラーボックスや収納ボックスに保管、こういった残虐性もあって2021年1月には白石の死刑が確定しています。この事件は SNS の利用が当たり前になっている現代社会にですね、大きな衝撃や不安感を与えることになりました。この事件がきっかけではないと思うんですけど、現在では Google とか Yahoo とかで自殺死にたいとかを検索した人に対して相談先の電話番号とか相談機関を検索結果画面トップに表示しています。また X でも対策は一応あって、利用規約にはユーザーに自殺や自傷行為の兆候があると報告を受けた場合、その人物に他の X ユーザーが心配していることを伝えたり、 X のメンタルヘルスパートナーの連絡先情報を伝えたりすると、そういった支援があります。実際 X の報告機能のセンシティブなコンテンツに関する懸念のカテゴリーの中に自傷行為や自殺の意思をほのめかしている人がいるというね、選択項目があります。これを選んで報告するとそのユーザーに連絡いくんですね。そういった投稿自体は現在でもできるんですけど、言っちゃえば他のユーザーからの報告がなければやっぱ止める手段はありません。それに関してはこういった投稿できなくするようにするしかないんですけど、隠語みたいな感じでね、いくらでも抜け道はあるんでどうしようもないんですよね。だからこういった SNS 上だけでなくですね、根本の改善をしないと治らない。さらに言うと、この SNS が普及した現代ではそういった投稿がやりやすくなってるっていうのもね、課題ではあるんですよね。ちょっと話逸れちゃったんですけど、この SNS 上の被害に関して警察庁もですね、こういった事例ありますよっていう感じで実際に起きた犯行手口をもとに注意喚起を行っていたんで、最後にこちらサクッと紹介します。ケース1、やり取りを通じて被疑者と女子高校生が知り合うというもの。これは被疑者と女子高校生が実際に会う約束をして、人気のない場所に車で連れて行かれ暴行また殺害されるといったもので、これは SNS の事件では珍しくない手法です。2016年にはこの被害に遭った少年少女が20人以上もいたそうです。次にケース2、19歳の大学生イケメンモデルになりすました被疑者がネット掲示板に書き込まれた LINE の ID を通じて女子中学生と知り合う。高校生だけじゃなくて女子中学生の LINE グループに招待してもらうとかね、でそのグループ内の女子中学生から個別に裸の画像を送信させるとか、これはなりすましなんですよね。容姿は絶対その人のものとは限らないんですけど、そういったものに耐性がないというか信じちゃうというパターンもあるんで、実際にこの被疑者は1600人もの児童とやり取りを繰り返していました。続いて似たもので、被害者少女が利用するブログ、ツイッター等にコメントを書き込み LINE やメールの連絡先を交換、言葉巧みに少女と親密度をまず高めて子供にとって目の飛び出るような金額を支払うことを約束して援助交際を要求するんですね。でホテルで少女と成功して、その場面や少女の学生証をスマホで撮ります。結果約束していたお金も払わない、撮影した動画等をインターネット上に公開すると脅して再度成功の要求を繰り返すってものですね。最後の4つ目、ゲームアプリ等の掲
示板に LINE スタンプ無料で提供すると呼びかける。この無料提供の呼びかけに応じた少女と LINE でやり取りをして裸の写真を送ってもらうように脅迫するんですね。応じなかったら別のスマホを使って同年代の少女になりすまして接触して、送らなかったらひどい目に遭いますよと不安を煽るんですよ。で、送信させた少女になりすまして裸の画像を第三者に提供して金銭を得ると。こんないろんなパターンあるんですけど、実際これほとんどやってるのが大人なんですよね。クズ、カス、ゴミ、日本足引っ張りですね。これ対策するしかなくて、全員のきなり逮捕したいところではあるんですけど、 SNS 上での関係しかないような人とは絶対に会わない。これがね、まず大前提です。そして子供、特に初めてスマホを手にした子なんかは楽しみの幅がすごい広がって、それを最大限生かして楽しもうとするんですよ。なのでそのスマホを渡した親っていうのは、そこまでをしっかり把握する、管理することが重要になります。これはもう思春期になるにつれて難しくなっていくことだと思うんですけど、何より一番大切なのは子供の安全です。その時はね、もういちいちうるせえなと思われるかもしれないんですけど、大人になると絶対わかります。痛い目に遭うとね、取り返しがつかないこのデジタルタトゥーが残ってしまうのがネットなんで、一度のミスも許されない、まあちょっと残酷なものにはなりましたけども、積極的にですね、うざいぐらい犯罪対策を行うことをお勧めします。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。